メグロレン、海の始まり、あだとなった産方脚本の丁寧な描き方、有村霞大竹忍の熱演も、実らず序盤に急失速の暗雲。スノーマン、メグロレン、27主演の月9ドラマ、海の始まり、フジテレビ系、毎週夜9時の第4話が、7月22日に放送される。15日放送の第3話で、 平均世帯視聴率を7.1%、ビデオリサーチ調べ、関東地区と、前回の8.1%から大きく下げてしまった。先が心配されるが、現在の状況では、そう簡単に数字は持たないかもしれない。同ドラマは、人はいつどのように父になり、いつどのように母になるのか、様々な形の親とこのつながりを通して描く家族の物語。 最近の月9は不調続きとはいえ、第2話から第3話で大きく視聴率を下げることは珍しく、前期366日も0.5ポイント減に抑えている。しかし、本作は1.0ポイントと大幅減。その原因は第3話は、月岡夏、目黒花亡元恋人、長雲水木、古川琴音27の実家へ行き、 彼女との子である海、泉谷聖奈七と再会する。水気の母主院、大竹忍のぶ66は、夏に夕食を食べていくよう促し、支度をしながら、自分は今年70歳で不妊治療をして42歳の時に水気を産んだと明かし、なのに、水気は妊娠したことも、産むこともちゃんと相談してくれなかったと語った。そして、 海の誕生日を一緒に過ごすことになった夏は、恋人ももせやよい、有村かすみ、三十一を連れて、なぐもかを訪れる。やよいは海にピンクのイルカのぬいぐるみをプレゼントし、赤根は夏に母子手帳や緊急連絡先を渡し、親になる練習だと思ってほしいと伝える。海の希望で水気が働いていた図書館に行くことになった三人は、そこで師匠っつの、池松宗介、 33と愛という展開。視聴者の X、旧ツイッターの反響は、大竹しのぶは有村架純に対してきついこと言うね。自分の中で感情うちゃぐちゃなんだろうけど、そっけない態度ですごく自然だよね。有村架純も微妙な態度取らず、平然とする感じが自然だよね。二人ともうまいよね、など、大竹と有村の演技に関するものが多い。 この辺に大幅加工のヒントがありそうだ。大竹と有村の演技は確かに素晴らしかった。また、夏と海の親子の関係を描く前に、赤根、大竹と弥生、有村をフィーチャーし、母が子を持つということはどういうことなのかを描くのも正しいです。ただ、そのパートが長く、なかなか親子物語が始まらない。 予期せぬ妊娠や死を描いて重い雰囲気だった上に、展開の遅さにじれて離れた視聴者が多いのではないでしょうか。ドラマライター山川。今回のラストで、海が夏くんパパやらなくていいよ。でも、いなくならないで、と語りかけると、夏が水気の代わりにはなれないけど、一緒に入れる、と応じた。ようやく夏と海の心が近づき、親子らしさが出てきたが、 ちょっと遅かったのかもしれない。脚本家のウブカタミク氏は、初めて連続ドラマの脚本を手掛けたサイレントから、丁寧な描写が魅力で、ファンはそこを期待しています。しかし、すべての視聴者がウブカタ脚本の手法を支持しているわけではありません。今回の視聴率の大幅加工は、そのようなライトユーザーが離れてしまった結果でしょう。全動とはいえ、 配信サービス t ーバーではお気に入り登録が150.2万と2位のブラックペアンシーズン 2TBSK に40万近い差をつける圧倒的な数字7月22日18時現在コアなファンはちゃんと支持しているということだろう次回夏は弥生に海と一緒に過ごす時間を多く持つことに決めたと告げ 夏と海の親子の物語がゆっくりながら始まりそうだ。今後の視聴率の復調に期待したい。本物の親子以上に仲が良い